皆さん、決してこの事件を忘れないでください。リポーターの広川です。私は今、新潟駅南口に来ています。平成21年11月1日、雨上がりの深夜、一人の男の姿がありました。この時期の新潟、夜はとても冷えるのですが、男はやや薄着でした。身長は165センチくらい、痩せ型で小顔、手にビニール傘を持った姿が防犯カメラに映っています。男は新潟駅南口のロータリーをタクシー乗り場に向かって歩いていきます。男はタクシー乗り場に向かうと、一番手前に止まっていたタクシーに乗り込みました。では実際に乗ってみましょう。男は新潟駅南口から被害者の運転するタクシーで、この閑静な住宅街までやってきました。その後、タクシーは歩道に乗り上げ、被害者は殺害された状態で発見されたのです。新潟駅南口から被害者のタクシーに乗った男を最後の客として警察は行方を探しています。あなたの近くにいるかもしれません。現場からお伝えしました。男の特徴は、身長165センチくらい、痩せ型で小顔です。男の歩き方や雰囲気など似ている方を見かけたら、どんな些細な情報でも構いません。情報をお寄せください。